やばいっす。全然まだでした。金剛銅山頂上。やっぱり、この山のさらに奥っすね。らしいです。あれは最高だ。いいなぁ、スキーして。アルペンスキーっすね、あれ多分。わぁ、楽しそう。流れがやっぱり起きてますね。ここはすごいわ。こういうのにハマって死んじゃうんすよね、人が。これはもうちょいで頂上なのではないでしょうか。まだだ。まだ、まさか、ここが、ピークじゃない？ここが、金剛銅山のピーク。ピークや。着いた。金剛銅山、標高1650メーター。あっち側も人が歩いてるんで、奥金剛ですね、あれ。一応まだ行けるみたいですけど、今日はここまで。あ、すごい、誰かが作ってくれた雪の。俺箸は待って、俺箸忘れたっしょ絶対。うわ箸忘れた、やば。はどうやって食えばいいのお湯沸かしたお湯かしてお湯入れたのに、俺どうやって箸をどうやって食うんですか。はぁ、やらかしたんだけど。こういうのしかないです。自撮り棒。コーヒーも忘れてきたし、余分にお湯沸かしたのに。わかった。わかったぞ。これで、箸を作ればいいんだ。ね、自然の相手にする、してるんで、もう、あらゆるものを駆使して、やっていきますよ。こんな感じのものを2つ作れば食えるだろう。絶対これいけると思う。プヌードル、カレー味、さっきなったかな。いいんじゃないですか。こんなことし、こんなことして山でカップラーメン食うやつあんまいねえだろうな。うまそうっすよ。最高だわこれ。おお、これは絶対うまい。サムネ撮ります。イエイ、いただきます。食いづれ、食いづれ。超うめえ。ビビるっす、これ。うますぎ。やばいっす。今まで、
食べた中で、食べたカップラーメンの中で一番うまいかもしれないです。これ最高だ。これはハマり通すね、この遊びは。やっぴー、やっぴー、やまびこ、やっほーじゃなくてやっぴー。入ります。ちょっと待って、コーヒー落としてるやん。あー、こんなところに俺の命の水が。ということで無事ゴールしました。おーまー、あ